何あれ、すげえ、何も超大型巨人やん。ヒゲがなくてもヒゲちゃん。はい、てなわけで、成田空港納品完了してまいりました。うおー、すっげえ。飛行機バリすっげえ。いやね、最後の1箇所がね、もうすっごいなんか街があって、でも前のね、前に受付したトラックを自分が覚えといて、もう順番に入っていくみたいな感じのシステムやったんですけどね。もうで、僕はあの人の前やなと思ったんやけど、なんかね、どうやら後ろから来たんちゃうかないうのが1台バッと入って、で多分ね、それに連なってね、もう1台バッとなんかトレーラーが入ったりとかしてそうしとったらもうね、なんか近所のおばちゃんみたいにね、もう僕も含めて抜かれた、ね、ドライバーたちがこうゾロゾロゾローって集まってきてねほんでもうなんかもうおばちゃんみたいにね、もう奥さん嫌だわねもうみたいな感じの会話が始まってで順番を自分らでまた再確認し直してみたいなね。でもう奥さん言った方がいいんじゃないのみたいな。いやもうだってウイング開けちゃってるしみたいな会話がねもうまさにおばちゃんみたいな会話が繰り広げられてましたね。てなわけで、帰りの方は栃木から大阪の方になりますので、今から栃木の方に向かってまいります。利根川でございますね。金は命より重い。いや今圏央道をね、ひたすら栃木の方に向かってる感じなんですかね。一回茨城県入りましたね、これね。茨城入って、千葉から茨城入って栃木みたいな感じですね。結構県境なところですよね、確かここって。まあ移動にね、成田から2時間以上ちょっとかかるんで。まあぼちら昼過ぎてからの積みやと思います。荷物できとったらいいですけどね。ほほほ、何あれ、何あれ、すげえ、何も超大型巨人やん。いやそんなん言うたらバチ当たるな。すごい、あれ何メーターあるんやろ。お釈迦様、あんなすごいな。今積み込み完了してまいりました。バラ積みでしたね。バラ積みなんですけど、今まで僕が経験したバラ積みの中で一番楽でした遊び言うたらね、それは荷物ちゃんと届けなあかんからあれなんですけど、まあ僕が前仕事してたね、手積みの雑貨路線みたいな仕事をやったら遊びやなって言われますっていうぐらいの荷物ですね。いやー、ほんまでかいし軽いしまあ本当ね、でもその代わりちょっとでかいんで、ケースがね、隙間が若干空いてる部分があるので、まあうまいことちょっと慎重にね運転しないと、その辺だけはね気ぃつけなあかんですけど。はい、時刻は3時過ぎですんで、そうですね、まあ一応手積みしたんで、シャワー浴びてからね行こうかないう感じでございます。早い目にね。まあ今日はねもう夕方になるんで、東北道乗ったかな、今東北道乗って、圏央道かな、厚木の方に向かって。厚木からあれですね、東名の方に乗っていくというような感じです。首都高は通りません首都高は絶対通りません。中井パーキング、お風呂空いてんのかな。はい、今回中井パーキングではレバニラ炒め、ニラレバ炒め、どっちでしょうかをいただきました。麺じゃないんかって。ちょっと最近麺が多すぎましたね。休館日ならぬ今日は休麺日とさせていただきます。大好きなラーメンですら食レポが下手なんでね、レバニラ炒め美味しかったとしか言いようがございません。ご飯に合いますというだけでございます。ご飯の方は無料で大盛りとなっております。旧大盛り日はないようでございますね。お風呂見に行ったら何人 ?15 人待ちぐらい、15番目ですって言われたそんな待たれへんわ、ここで泊まるわけちゃうのにもう次行きますわほんませっかく来てせっかく止められたけど15人待っとったらあかんわ。さすがにね、ここで休息って切っちゃうわけにはいかんのでね、泊まりやったら待ってもええかなということはあるんですけど、もうちょっと先に行かなあかんので諦めましょうきついな関東は何してもほんま。はい、いやもうようやくお風呂入れました。ちょっとね、昨日も入られへんかったからね、もうどうしても早く入りたかったんけど、ようやく、岡崎で岡崎でなんとか止めてね入ることができました。岡崎のとこ行ったけど初めて来ましたけど、結構ええですね。なんか雰囲気的に300円なんやけど、時間は関係なくて、もう押したら一定時間出るっていうシャワーね、あれはなんか時間関係なくなんか使えるみたいで、なかなか結構広いしね、大きいっていうか数があるから。結構人は出入りしてましたね。はい、ちょっと最後小腹すいたんででっかい肉まん食べておきます。ちょっとちょっとコンビニでもええ方の肉まんやからうまいですね。まだ岡崎なんでね、明日大阪の摂津まで行かないからので、ちょっと頑張って早めに起きてまだ出発ということでございますわ。じゃあこれを食ったら一旦おやすみなさい。はい、今ね、吹田のインターを降りてきましたけどね、今日は大阪の摂津に向かっておりますけども、納品時間がね8時なんですよ。8時ぐらい。そんな大きい、倉庫でもないので、そんな前入りすることもないんで、できたら30分前にね、着くのが一番いいかなと思って来るんですけど、今、時刻が6時50分。で、到着時間がね、一応、ナビ的には7時7分になってるんですけど、この渋滞でだんだんまたこれ伸びていくんですよね。もうこの辺のね、この時間帯、通勤時間帯の読み。これもね、また経験やなと思いますよね。30分前にできたら着くのが一番ベストかなという感じなんですけど、ナビ通りに来たら、この渋滞はむったら絶対遅くなるし、で、あんまり早すぎてね、思ったより渋滞せんがあったら、もう1時間以上前に着いてしまうとかね、そういうこともあるんで、その辺もね、感覚ですよね。手前とかでね、よくトラックとかが、路肩とかで止まってる、あれ、多分あれ時間調整だったり、休憩もあると思いますけどね、時間調整だったりしてる時はあると思いますね。やっぱバイクが怖いですね。止まってる時ならね、まだしもって言ったらあれやけど、動いてる時っていうのはね、僕ら大型トラック乗ってたら、もう、そんなにね、道幅から余裕がないんでね、ちょっと、気が緩んだらというかね、ふとした時に、ちょっとハンドルがくってちょっとね、動いただけで、横から来てるバイクは一瞬で潰してしまいますからね、ほんまに。走ってる時、こうやってね、走ってる時っていうのはもう、それるもん、それないもんやと、ね、信じ込んでバイクの人は来はるけどね。そんな逆にね、そんな性善説信じとったらほんま、ね、いずれ命落とすやろうなと。まあ、僕もね、こんなん言うてますけどね、もうバイク昔乗ってたから、バイク乗ってる時はね、まあ若かったし、学生の時とかわからんかったですわ、やっぱりね。でも本当自分らね、大型トラック乗ってる人ら、基本的にトラック乗ってる人らもうみんなね、まあ乗用車もそうですけど、車線ずれずに走ってますけど、それ当たり前ではないですからね。やっぱりバイクしか乗ったことない人とかね、まあ僕もそうやったけど、学生さんとかね、こうやって車線の中を走ってんのが当然と思ってると思うんですけど、やっぱり一瞬ね、何か気の緩みを起こしたら、やっぱりこれがずれるっていうのはもう思っとかんとね持っとった方がいいですよ、本当に。まあトラックとかね、すり抜けようと思ってる人、まっすぐ車線内を走ってんのは当たり前と思わん方がいいです。はい、あー疲れたもうボサコやからかぶっとこうか。あがでも汗で嫌や、なんかいやー、まあおろしてきました。罪は楽勝やったんですけど、おろしがね、ケツおろしで坂に、逆走の坂になってるんで、こうしていくのが大変汗かいた楽勝な個数なんやけどね、結構汗かきましたわ。今荷物おろし終わって、で今日はね、甲賀土山かなの甲賀の方まで行って、忍者のとこまで行って酔い済みして、それが月着なんで、土曜日はゆっくりしてみたいな感じでございます。はい、まあこれで終わりやったら締めとこうかな何もなければこれで終わっておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ何？パパの何の時？お外に。あ、そうや。これお外行ってる時な。おひげの見てんねんな。夜。これね、めっちゃ可愛いよな。うん。ママみたい。ママみたいな。お尻どうぞ。お尻どうぞ。あ、これ。うん、これお尻型の雲やね。休日運行恒例の移動日、時間に追われない長距離移動を堪能する。次回ひげちゃん、大阪千葉休日運行カレー作りは赤コーナービッグバンベイでー。お前はもう食べている。全国のひげちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだびー。